スーパーマリオメーカーやっていきましょう。この動画の説明欄に、概要欄に、ツイッターのリンク、ちはやっていうのとダルっていうのとあるんですが、ちはやの方に、自分宛ての場合は、コースを送っていただければ嬉しいです。動画の方に宣伝していただいても大丈夫です。では早速やっていきましょう。キングオブキャスト。こちらはあれですね。ツイッターでいただいた方の。ツイッターでいただいたコースです。ありがとうございました。じゃあやっていきましょう。嫌な、ありがとうございました。心のこもってないか。おう。どういうこと？え？嘘だろ？あれに当てろってこと？マジか。こんなもん？ああ、でも、意外といける、意外といける。難しいんだけどね。お、いけた、いけた、いけたけど、落ちた！これは、一気に行った方がいいのかな？うん。おし、いけた。オッケー。で？左に行けと書いてあるけれども。えい！よし、オッケー。ひひ。よし、オッケー。で？なんかあったね。これは左に行けってことでいいのか？コースは右に繋がってたよね。これってさ、この上って行けんだっけか？よいしょ。あ、行け、あ、そういうこと。なるほど。こういうことか。あぶね。うわ、なにこれ、ずっと続いていくの。ぶつけないように注意だな。いや、なんかゴール見えてるけど。そうそうか？あぶね。ライドオンスタイル？これ、このままずっと乗ってたら乗れるのか？いやー、なんかダメそうな気配あんな。でもわかんないもんね。これが出てくるタイミングなんて。乗れた！おっ！ふんが！待て。これもう一回出てくるのか？あ、来るね。行くしかないの、これは。いけ！よーし！オッケー！クリアできた。あ、早っ！ 6分半でクリアできたぞ。あのトゲの道、甲羅で被ってくの斬新だな。今までないタイプでしたよね。やった、クリアできました。じゃあこれやってみますか。俺に任せんしゃい。ほう？あ、そういうことか。こういうことやな。あ、もう出てこないかも。お、すげえ。高速回転してる。え？これは即打ちしないとダメなんだな、多分。ほ。これで、お、やっぱりか。で、パウに行って倒せる。これも多分倒せる。やばい、ついていかないと。ちょっと待ってね。すげえ上にどんどん上がってってるけど。これがドルルドルルドーン。ピャー！わー！すごいな。全自動マリオっぽいね。全自動コーラみたいな。この V サインである。おお、すげえな。こういうコースもあるんだな。ベストタイムも何も。ベストタイムも何も。面白いコース作る方だよな。50秒セカンド、クリア率低っ。これ難しいんじゃないの？
え？いやいやいや、むずくね？よし、よいしょ。P スイッチ、ちょっと待って。え、ああ、そういうことか。踏んで、あれがブロックに変わるのか。ほ。で、うわあ、くそ。奥、踏む、よし。で、なっ！よし、オッケー。ね、こう言って。あぶね。ほっ。はい。オッケー。おっと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 。ん？さっきパウ、あそこにもあるのか。でもここで撃ってば全部壊せる。うわ、意外とそうでもなかった。でもここは越えていこう。これって、この辺はセーフ？この辺はセーフなの？え？ここはセーフ。でも、これ超むずいじゃん。これむずいな。これ、P スイッチの効力が残ってる状態で行きたいな。ギリギリ行けなくもなさそうな気配もあるけど。これは左にスペースがあるっていうのが多分ポイントだな。予想だけどね。壁に手つけるようだと多分、そのまま落ちて死ぬから。いやー、でもこれ、人間っていうかマリオもね、人としての構造をお持ちなら多分無理だな。いや、間に合う気せんわ。よし、いけた！いけた！いけた！ここもむずいぞ。3連覇かい、しかも。いやー、きつい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 。なあ、さあ！たあ、おりゃ。マジ？これだな、一日サンガリアだな、これ。うわぁ、これは、むずいぞ。よしよし。よーし、オッケー。わかった、コツが。コツがわかりました。一緒だ。ほぼ同時に押すんだ。これ、一日三狩りはきついだろうなぁ。マリオの通常ジャンプの高さが5段なんだよね。1、2、1、2、3狩りだよね。1、2、3狩り。いや、全然。あ、タイムアップかい。